和製ロックというか、よくそんだけアドリブで、このバンドの歌もそうですけど、毎回その時の思いで変えて歌ってはるじゃないですか。いやそういうのがやっぱりだから RC のさ、清志郎さんの影響とかさ、だからちょうど本当にそのもう中学があった頃かな、はい、70年代入って、はい、日本語のフォークとロックっていうのがあって、それこそ優也さんとかとさ、はいはい、殴り合いの喧嘩になるみたいなさ、優也、はい、さんロックは英語じゃなきゃ意味がないんだよ、日本語ですよね、あったんだよね、そういう闘争が、はい、今の人とかもう感覚的に分かんないと思うけど、はいはいはい、別に英語で歌わなきゃダメって、はいはい、そのやっぱりフォークが RC なんかもともとフォークだからさ、フォークですよね、僕とはアコースティギターじゃない、うん、で途中からエレクトリックになって、まあ、ロックこの活躍ロックバンドになってくるんだけど、まあ、でもやっぱ日本語の詩だよね、そうです、うん、でその日本語のフォークとロックっていうコンサートが日比谷の野音でさ300円とかでさ300円やってたんだよ、ほんでそれこそ RC アコースティックの、はいはいはい、喉から血出したんですよね、ああとかパーッとかで血出てるぞあの人みたいな本当にハレン・ケンジさんって左利きのギターの人がいて、はいはい、その人が生ギターなんだけどもうすごいわけ、もうエレキみたいな、で、まあ、出てあと井上陽水さんとか出てくる、陽水さん出てたんですか、陽水さん出てきて、あってで出てきて帰れって言われたら帰りますってちょっと当時ね、客から帰れって言われた、だからその頃やっぱりさ傘がないとか、はい、出してたから、はいはいはい、結局まああれ自体はさ要するにその要するに70アンプのさ、はいはい、その若者のさティーンエイジの活動だよね、はい、その世界的にムーブメントだったらベトナム戦争があって、はいはいはい、でウッドステップがあって、はいはいはい、要するにカウンターだよね、その体制側では戦争を止めることができないし、うん、平和は来ないっていうさ、うん、そのムーブメントが日本でもあってさ、もう安田講堂1969年の当然の安田講堂事件とかあったりしてさ、ただそこで何が変わったんだ、例えばそのなんかやっぱ真空空白みたいなしらけムードっていうのがあったことあるんで、要するにさそれを歌って傘がないっていう、はい、ね、自殺する若者が増えてて、はい、さ、はい、当時あれだよね、三島さんの腹切りとかもあったさ、そうですよね、今ちょうど、うん、ね、ありました、あのちょうど映画といいますか、だからそうやって思うと傘がないってすごい曲なんだけどね、うん、あれね、あのゼッペリンのハートブレイカー、どんなんですか、あ、そうだそうだ、誤解で自殺にする、Once I held a girl, sometimes I think about her、うん、この間その70年代とかやっぱりランドハンクリールロードの曲ですけど、いや聞いたらね、やっぱりね、うん、変な話ですけど絶対宇治木さんもそうですか、その洋楽だとかなんかパクってるんじゃないんだよ、参考にしてるんだよっていう、割とその年代の人たちってパク参考にしてるんだよってみんな言いますよ、だから聞くとあれうん、あれオマージュとかいっぱいありますよね、まあ、正式に聞くと、うん、面白いですよね、同じのあるよね、同じのね、うん、まあ、有名な話だけどさ、はい、カイさんが次の新曲これでいきますパーンとったら、これストーンズ のレコードだったっていうかっこよすぎるよね、カイさん作ったんじゃないか自分で次の曲これでパーンで私パーンみたいなさ、パクッケー、もう一回、大体不良のでことだもんことだもん、いやだ、その日本語でフォークとロックっていうのがあって、はいはい、ほんで陽水さん出てきたりさ、あの遠藤健さんとかも出てきた、はい、遠藤健さんもそうですよね、遠藤健さんもバーやって、そうそう、そこに安全バンドとかハッピーエンドとかも出てきちゃう、ああそうだ出てきちゃう、はい、そうで最後に何だかしら頭脳警察が出てくると、知らないうちに日本の客席っていうか会場がヘルメットかぶった人がいっぱいになるんだよ、はいはい、うん、でこうなんかなんて漢字がいっぱい書いてあるのをバーッと持ってきて、中学生としてもすっげえ本物だみたいな、そうですよね、僕らその頃はまだ中学生だから当然見れない時代なの、なんとなくうっすらとは覚えてるんですけど、最後はそれでも中学生とかそんなとこ行ってたんですね、パンと銃を取れた、すごい、いやもうすぐ300円だよねそれで見てさ、そんなのあるからやっぱ日本語のなんていうか、やっぱだってこんだけなんか迫りくるものができちゃうんだみたいな、あとモップスがすごい好きだったんだね、はい、
モップスだからたどり着いたらいつも雨よりも、はい、拓郎さんではなくてモップスのたどり着いたらいつも雨。ああそっちの方ですね。鈴木ひろみさんの、はい、鈴木さんのね、うん、なんかひろみさんがジバーとなってこのバンドやってるのをすごい喜んでくれて、はいはいはい、よかったよって言ってくれて嬉しかったよ。うん、ちょっともう一曲歌ってください。子供バンドの曲。子供の曲？なんか子供の曲急にするね。ちゃんと当たり前じゃないですか。ちゃんとやってください。そういうとこ雑じゃないですか大体が。そうそう。何でもいいですよ。一曲ちょっと聴きたい。なんかブルースやってもらいたいな。ブルースで歌ってもらいたい。もう何でもいいですよ。好きに。子供バンドって、うん、高校生の時に作ったのあんな曲をですか。うん、高校2年生の時にこのバンドって名前つけて、その時はハンブルパイっていうバンドのコピーバンドやってたんだけど、はいはい、高校3年生の学園祭になる時にオリジナルで勝負しようって、やっぱ日本語で、はい、日本語のロックじゃないバンドで作ったの。でだからファーストアルバムとかセカンドアルバムが入ってる曲は高校生の時に作った曲が入ってるの、中だから6とか7で。僕逆にあのすみません、そこまで聞いてないんで逆に聞きたい。初見ですよ。めぐりだれなんて俺には満足できない、ましてめぐたいせびろじゃ息が詰まろう。さあみんな驚かないか、嫌なこと忘れて驚かないか。高校の学園祭でやってもおかしい。高校生でそのガーン帰れバーロックアウトして夜中まで。へえ、かっこいいな。まあもう不安でいっぱいだったんだと思うよ。だってロックバンドでやっていきたいったってどうやってやるんだかさっぱりわかんないしさ。はい、よくデビューできましたよね、そんなバンドが。すごいね。いやいや、冷静に考えたらですよ。だから当時はさ、なんだろう、そのもう自分たちの自分のことでいっぱいいっぱいだったね。自分がロックバンドをやって、うん、なんとか世に出たいって、ロックバンドマンになりたいっていうだけだったよね、うん、だからそれで名前つけてても15、名前がそのまま残っちゃったけどさ、結局オリジナルメンバーは自分一人しかいないんだけど、そのメンバーチェンジ、ね、そうですよね、変わってますもんね、してからね、うんうんうん、なんだけどバンド名残ってと31番で。うん、でパタッとのドラマやって、まあ最近バドカツもやってるけど、もう一つ聞きたかったのは、よくしんすけさんのあとニュース番組やりましたよね。まあ一番きつかったね。そうでしょ、うん、僕あれはね、宇治吉良さんがニュース番組出てた時にちょっと、そういうことね、あの映画でもさ、そのバラエティーとかでも、はい、みんなそうなんだけど、すごいすごい贅沢な生意気な話なんだけど、声をかけてくれた人に必ず、なんで僕に声かけてくれたんですかって聞くんですよ。はい、うん、はい、その自分をどこがまあ使ってやってもいいと思って、はい、あの声かけていただいたんですかっていうのを聞いて、はいはい、でこれこれこうですって言われた時に、あ、それだったらばやらせてもらいますと、うん、で、あ、それだと多分自分行き詰まっちゃうかもしれない、できませんとかっていうような判断をしてきたのね、うん、で、まあ、しんすけさん、まあ、やってさ、あの頃すごい友達だったから、はいはい、あ、まあ、あの頃はそうでもなかったかな、もうそれより前かな、うん、だからしんすけバンドとかやってる頃によくつるんで遊びに行ってて、うんうん、誰かはとかは出たんですか、ね、誰かかばやね、ロックンロールショーという大阪でやってた、まあ、80年代の前半だよ、うん、そうですよね、80だから4、5年ぐらいまでかな、うん、でそれもあったからしんすけさんとは縁があったんだけど、その番組にのプロデューサーの方がいらしてね、女性の方がいらして、まあ、しんすけさんという看板でずっとやってきて、もうそれはあのしんすけさんのできることをそのままっていうことは全くそれは考えていないから、その宇治木さんは宇治木さんらしく普通にいてほしいと、うん、そのまあ他でも、もうちょっと、時間が短かったりとか深夜帯だったりするんだけど、ニュース番組的なのは衛星放送 BS とかでも日テレとかでもやったりしてたの、はいはい、うん、だからあの元々だから、バンドを自分一生懸命やってる時代はそこまでなんか気が付いてもなかなか、自分のこう領域の中に入ってこれなかったっていうか、力足らず手が届かなかったんだけど、うん、で話してたみたいにやっぱりさ、
その60年代の、はい、やっぱ若者のムーブメントありきで、ここにね、ありきでってやっぱ今までやっぱりさ、物は疑ってかかれっていうね、大きな声で立派なことを言ってるやつは疑えるっていうみたいなのがどうしても絶対あるからさ、うんうんうん、だからそういうこうロックスピリットみたいなものって、あの言ったらばそのカウンターであり、あの決しておもねらないっていうところはやっぱ自分はずっとあると思うんだよね、そういうひねくれてるところは。うん、だからそんなのもあったんで、ニュース自体は興味があって、まあ、あったしね、うん、でそのままで出て行って、じゃあ視聴者の代表として出ていけばいいんですねって言ったら、そもう全くその通りです、はいはい、いうことを言ってくれたんで、じゃあやらせてください。いやー、なんだけど意気割と、うん、甘かったね。やっぱりそうですか。甘かった。かなりかなりそれは挫折というか疲れた。いやー、しんどかったよ。うん、やっぱあの始まってさ、はい、そのままでいいって言われたけど、とてもそのままでいたら番組の進行ができないこととかもあるけど、 MC だから番組に進まなきゃいけないです、はいはいはい、どうしたらいいんだろうと思って、しんすけさんに一回だけメールした。メールした。しんすけさん、真実ってのは一個じゃないね。そうなんよ。お、相手の都合で二つも三つもある、うんうんうん、無理すなって来たの、うんうん、後悔はしてないですか。うん、後悔ね。やらなかったらどうだったかとかっていうと、うん、というと逆に言うと、うん、今の宇治木剛の考えでニュース番組じゃない、要するにあの当時のニュース番組やってくれって言われたら、今の現状ですよ、うん、頭も何もかも含めてやったら、うん、できる自信あります。やる。今のあれやったらやる。おお、やるよ。来ないけど。っていうのはね、うん、もうね、そういうこうおもんばかって発言をしてるんじゃとても間に合わない世の中になっちゃったと思うんだ、はい、であの頃はね、やっぱどっかでね、話せばきっと絶対分かると思ってたの、うん、で、こう例えば過ちを犯してしまって悪い方向に進んでいってるものでも、うんうん、何かこう力、新しい力が加わっていい方向に向かっていれば絶対に改善されるはずだって人間なんだからって思ってたのよ、うん、違ったね、うん、甘かった、うん、だからそれまで、なんだろう、知らないでいたら幸せだったかもしれない、うん、はい、その世界で生きていればね、はいはい、うん、だからなんだろうな、そのお花畑っていうとまた違うと思うけど、うん、だってそれなりにそこの世界ではまあ、自分なりに頑張ってやってたわけだからね、うんうん、で辛いこともあったし挫折もあったけど、まあ根本的なところで正しくないことがたくさんあるっていうことを知らなきゃいけなかったね、うんうん、だから新助さんはやっぱりそういうところはすごい勉強したんだなっていうのは後から分かったね、うん、だからもう彼二度と戻ってこないっていうのは分かるよ、うん、もういい思ったんだと思う。その話とないけどね、はいはい、うん、分かるよそれは。その宇治木さんと今ニュース番組もそうだし、いろんなこともそうやけど音楽はやっぱり必要ですよね。絶対的に必要ですよ。いわゆる不要不急っていうさ、嫌な言葉があるけど、うん、その不要不急っていうんで一緒くたにされて二の次にされてるものっていうものの方がむしろ大切ですよ、うん、うん、本当にそんなに必要なもの、急を急ぐものだけになってしまったとしたらば、人間息苦しくてとっても生きていけないから、うんうん、だからこういう時こそそういう潤いとのりしろのあるものっていうのをもう一回見つめ直さないと、うんうん、もうズタズタになっちゃうと思う。あとはやっぱ免疫高めるためにちょっと元気にいきましょう、うん、もうあの大田から免疫上がったらちょっと歌を歌いましょう最後。これはね、あのケンジがさ、はい、やっぱり今、まあ、自分の部屋でさ、はい、いろいろつぶやきとか見てるとさ、はい、心の叫びが聞こえるんだよな。チェックされてますよね、うん、はい、それを見てさ、俺はケンジお前さ、一行こんなこと書くなよってこう言葉にしたりとかしてるわけよそうするとさ、ハッとなんか作曲やって見るとうちの奥さんいたりしてさ、はい、俺
見られた、だけど俺に奥さんがいるんだと思って、そういう意味でこうじんとしてたら、なんだ何じんとしてんの、ばっかじゃねえあのばっかじゃないって言われるの結構いいよね。いいですね。関西の人はさ、バカじゃないって言うんですよ、バカってアホやろ、アホちゃうって言うとなんか優しいけど、バカって言うとなんかきついって言うけど、うん、関東人はそのバカじゃない、だからバカじゃないっていうのは、うん、いいのよ。だからそんな、あ、いやいきなり始まる一人の緊張さよならと書いた手紙、テーブルの上に置いたよ。あなたの眠る顔を見て、黙って外へ飛び出した。いつも幸せすぎたのに気づかない。冷たい風に吹かれて、夜明けの街を一人行く。悪いのは僕の方さ、君じゃない。叫んだ、必ず帰ってくるぞと。いつも幸せすぎたのに気づかない二人だった。ふるさとへ帰る地図は涙の海に捨てていこう。悪いのは僕の方さ、君じゃない。ふるさとへ帰る地図は涙の海に捨てていこう。悪いのは僕の方さ、君じゃない。悪いのは僕の方さ、君じゃない。ありがとうございます。